やれやれ、店長にも困ったもんだ。休養ができたんなら店なんて休んじまえばいいってのに、俺一人に店番押し付けていきやがってよ。まあこっちも食いぶち抱えた身だからな、仕事があるに越したことはねえってか。お、そういやカレンのやつ今朝は見なかったな。あのショーアルシスター、またぞろ人様に迷惑かけてなきゃいいんだが。あれ、ランサーじゃない、何やってんのこんなとこで。げ、新祖の姉ちゃんかよ。吸血鬼が真っ昼間から堂々と歩き回りやがって、非常識にも程ってもんがあんだろうが。私に常識求められても困るんだけどな。それよりあなた、アーネエルベに行くところ？ん？うん、まあそろそろ店開ける時間だからな。グッド。実は見覚えのない通りに出ちゃって困り果ててたところだったの。アーネエルベ行くなら私も連れてってよ。そりゃ別にいいけどよ、また変な騒動持ち込む気じゃねえだろうな。店長に怒られるのはいつも俺なんだぞ。え？私騒動なんて持ち込んだことないわよ。自覚がねえのが一番立ち悪いよな。あっ、なんだこれ。チラシか。何何？新装開店メイド喫茶アーネエルベ。よし到着っと。ここからだとすぐに帰れるはずだけど、せっかくだしお茶でもしていこっかな。どうせ夜までは暇なんだけど。あれ、ねえランサー、アーネンエルベが2つあるけどどっちだっけ。なんじゃこりゃ。ドラマ CD 魔法使いの箱、狙われたアーネンエルベですわ。はあ、息が真っ白。今日も寒いねチカちゃん。だから外に出るの嫌だって言ってんのに。なあ響、やっぱ家に帰ってこたつでゴロゴロしてる方がいいんじゃね。もうチカちゃんってば、いつか人食いこたつに食べられても知らないよ。せっかくのお休みなんだから、どこかにお出かけしなくっちゃ。私は休みの日にこそ部屋でぬくぬくしてたいんだが。まあいっか。うん、チカちゃんの電話。うん、あ、アーネンエルベからだ。でも今日のバイトって休みだったよな。もしもしマスター。なんだランサーじゃんか。私ら今日のバイト休みなんだけど。はい？いや、今すぐ来いとか言われても。ちょっと待ってって、おい。ああ、ランサーさん何か言ってた？さっぱり事情はわからんが、今すぐ私らに来てほしいんだと。お店の方で何かあったのかな。もしかしたら宇宙人が団体で押し寄せてインベーダー喫茶になってたりして。ねえねえ、ちょっと様子見に行ってみようよ。いやだ、何が悲しくてせっかくの休みを無駄にせにゃならんのだ。こたつ無理してるより、宇宙人の方が絶対面白そうだよ。ほらほら、お店に向かってレッツゴー。タコが見たいなら魚屋で十分だろ。よう、遅えぞお前ら。人呼びつけといてその言い草はなんだ。タコはいないね。タコ今日はランサーさん一人？マスターは？ああ、休養ができたとかで一人で店番してんだよ。ま、今日は俺が店長代理ってとこだ。文句があるなら向こうに言いやがれ。それよりお前ら、表のあれ見たか？あれって？なんかあったっけ？は？気づかないわけねえだろ。俺、窓から見えてるあの店だよ。何言ってんだ。そんな店なんか来るときにはどこに。
真向かいにお店ができてる。それにあのお店、お客さんがすっごくたくさんだよ。ほら、企業ブースみたいな。こっちの店で見かける顔もちらほらいるな。あれ、でもあの店ってなんか見覚えないか。はい、そう言われてみれば見覚えあるような、ないような。おいおい、お前ら本気で言ってんのか。あれはどっからどう見たってアーネンエルベじゃねえか。こことウリ二つの店が一晩のうちに出来上がったんだよ。まったく、どんな魔法使ったんだか。一晩でやってくれましたか。仕事しすぎだろ。地盤に違ってるところといや、そうだな、向こうはあれでメイド喫茶だってことくらいか。なぜにメイド。目の前にそんな嬉し恥ずかしいお店ができちゃったら、お客さんが押しかけちゃうのも納得だよ。いやいや、ここだって知る人ぞ知る名店って噂なんだ。ランチタイムにはそれなりに。って今ランチタイムだっけ。なんか客いなくね。それなんだよな。実はよ、あの店のオーナーってのが私ですわ。誰だ。あら、人に名を尋ねるときには自分から名乗れと教わりませんでしたの。あ、私日々の響き。まあいいですわ。あなたのような田舎臭い娘の名を聞いたところで私には何の得もありませんものね。私はルビアゼリッタ・エーデルフェルト。本日よりオープンしたメイド喫茶アーネン・エノルベのオーナーをしておりますの。どうぞお見知りおきを。アーネン・エノルベ？パクリじゃねえか。パクリではありません。紛らわしい名前の店が先に立っていた。ただそれだけのことです。いや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 、そこは気を使おうよ。さて、そんなことよりランサーさん、先ほどのお話考えていただけたかしら。あ？この店を売り渡す件、条件面でも悪いお話ではなかったと思いますが。売り渡し？ご不満だとおっしゃるのでしたら。そうですわね。金額を2倍にいたしましょう。それでいかがです。だからさっきから言ってんだろ、俺はただの代理でそんなこと決める権限はねえし、賛成する気もねえってよ。エーデルフェルトの人間がこうして直々に足を運んでいるのです。自己承諾でも何でもどうにかなさい。ああ、もう知ったことか。帰れ帰れ。しっし。まったく、強情で気の利かない殿方ですこと。まあいいでしょう。強にいれば強に従え、せいてはことを子孫じる、だったかしら。気が変わったのなら私のお店までいらっしゃい。いつでも歓迎いたしますわよ。な？いや、なとか言われても。ひょっとして朝からずっと文句があるならベルサイユまでいらっしゃい、おっほっほっほって言いに来てるとか。いや、ベルサイユではない。おかげでただでさえ少ない客がますます寄りつきやがらねえ。それでお前らに協力してもらおうと来てもらったんだが、ま、とりあえず着替えてこいや。ちょい待ち、私はまだ協力するとか。はーい、着替えてきまーす。さあ、やめろ、離せ。私の休みが。やれやれ、こりゃどうにも面倒な一日になりそうだ。なんだか大変なことになっちゃったね。ああ、お前はなんでそんなに嬉しそうなんだよ。ん？あれ？そうかな？まったく、休みが台無しじゃんか。せっかく、映画のチケットなんて買ってみたってのにな。シャキー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 。写真も動画も撮れるよ。ん？まったく、愛も変わらずのヘタレですね、この緑は。この男子中学生をかくやという手たらく。ああ、なっちゃいない、なっちゃいないぞ、このバカデジが。まったくもって不甲斐ない。いや、私としてはですね、ないよりあった方がいいと思うんですよ。それは小さい方が好きだという特殊な性癖の方もいらっしゃるわけですが、私はどちらかといえばお二人にはもうちょっと大きくなってほしいなーっていうか。やめてー。
てめえ、とうとうこのロッカールームまで入り込んできやがったか。今日という今日は生きて帰れると思うなよ。見つかった。バカな、気配は完全に消していたはず。イベント会場ですら狙いの彼を探し出す乙女の胸キュンレーダーの性能を侮っていたか。モデル圏内は辛いですね。ところでそろんそろん潰れますので、どいていただけないでしょうか。失礼、この上ない独り言がただ漏れしてんだよ。この潰れろ。チカちゃん、見て見て。ああ、どう似合うかな。メイド服だ。ベラッパー。お、ランサーてめえ、いつもの制服どこにやりやがった。え、何、本当に来たのお前ら。来たのじゃねえよ。大丈夫、すーっごく似合ってるよチカちゃん。2010年度の可愛いオブザイヤーはいただきだよ。可愛くなどない。こんな丈の短いスカートとか。しっかり着てんじゃねえか。いや、あの携帯電話がな、あの二人はコスプレ大好きだから喜んできますよとか言って、どっからかメイド服まで持ってきやがるもんだからよ。さすがだね携帯さん。ま、気にすんなって、似合ってる似合ってる。ま、かわいい。あの変態電話、どこに隠れやがった。出てきやがれ。落ち着いてチカちゃん。堂々、携帯さんならさっきチカちゃんが粉々に砕いて窓の外に撒いてたよ。でもランサーさん、私たちこの格好で何すればいいの。いいか、俺たちとしては店長が戻るまでこの店を守らなきゃいけねえ。あちらさんはアーネンエルベそっくりの店まで作ってここを潰す気満々なんだからな。とはいえ客が来ないことにはどうしようもないだろう。うんうん。そこでだ、お前らその格好で客を呼び込んでこい。変態反対。これじゃやってることが向こうと変わんないじゃんか。ま、どっちかといえば俺も同感なんだが、今は即戦力が欲しいんだよ。それにお前らがメイド服着て店の前に立つのと、俺がメイド服を着て店の前に立つのと、どっちが客が寄ってくると思う？やめろよ、想像しちゃっただろ。メイドに対抗するにはメイド、これが世界の常識ってやつで。悲しいけどこれ喫茶店なのよね。そんな理屈で納得できるか。でもアーネエルベって大体的に宣伝したりしないから、お店を知ってもらうチャンスかもしれないね。おい、響きまでそんな。おい、そこの青いの、紅茶の代わりお願いね。誰が青いのだ、ちょっと待ってろ。たく、残った客があれだけとはな。響き、あそこのバカにこれ持ってってくれ。はいはい、行ってきます。私は絶対絶対お断り。